皆さんこんにちは。殺意に出演します鈴木杏です。まあ、私の中では今栗山さんからの壮大な無茶ぶりと思っているんですけど、前に一度拝見してとても印象に残っている三好十郎さんという方の戯曲を、自分ができるチャンスに恵まれる日が来るとは思ってなかったので、やったって思って、でそれがまた栗山さんだから嬉しいな、やったと思って、一人芝居だっていうことはちょっとさておいてやりますって言ってしまったっていう感じです。本当に1ページ先がどうなるかわからないこと続きで、でも社会や世界に対しての思いだったり、でもそれだけじゃなく一人の女が生きていく様が描かれていたり、人が生きてるうちに感じるであろう概ねの感情が全て描かれていたり、本当にいろんな要素があって、で最後には人間という生き物とはという壮大なところにまでたどり着くという、本当に読んでいてもうワクワクドキドキが止まらなくて、なんて素晴らしい戯曲なんだろうと思って、同時にこれをどうやって全部覚えるんだろう私はと不安になりながら読んでました。一人芝居をまさかこの年齢でやることになるとは思ってもみなかったので、なんかまだ未だにちょっとよく分かってなくて、一体一人芝居っていうものがどういう状態になってどういう気持ちになるのかっていうのは、これから多分断るごとにこういうことかっていうのを感じながら稽古本番を進んでいくと思うんですけど、この素晴らしい殺意という戯曲と栗山さんという素晴らしい演出家の方を独り占めできるっていうことを楽しみに過ごしていきたいなと思っています。お父さんのように思っていて、本当に愛情深く見守ってくださってるなっていつも稽古中も本番中も思っていて、会うとやっぱり嬉しくなるし、教えていただけることもたくさんあるし、今までもたくさんいろんな世界を見せてくださって、そして私にこんな大きなハードルを与えてくださるという、本当にお父さんみたいですね。だから今回もご一緒できるの本当に楽しみです。シアタートラムは何度ももう劇場に足を運んでいろんな演劇を見ていて、いつか自分も建てたらいいなと思っていた劇場だったので、そこに建てるっていうのはすごい嬉しいことです。まさか一人で立つことになるとは思ってもみなかったから、で独り占めできるなっていう贅沢な本当に環境だなと思っています。タイトルも物騒なタイトルですし、すごい難しい戯曲なんじゃないかなと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、描かれていることは本当に、良くも悪くも身近な私たちと切っても切り離せないことが書かれている素晴らしい戯曲です。この素晴らしさがちゃんと伝わるように、これからシックハック切磋琢磨して、稽古本番と進んでいきたいと思いますので、ぜひ劇場に目撃しにいらしてください。お待ちしております。